絵の具ネイルです。たっぷり取っていただいて、ボトンと置いていきます。上に乗せるんですが、このラディッシュを置いていきます。立体感のある感じで取れました。皆さんこんにちは。ビュージェルマーケティング部開発チームのまみです。今回ご紹介する動画は絵の具ネイルです。最後まで見ていただけますと嬉しいです。それでは使用するカラーをご紹介します。今回はこちらのピンクの方の色味でやっていきたいと思います。114番のラディッシュという色とベースに28番のホワイトベールの方を使ってやっていきます。それでは早速やっていきます。で、今回ご紹介する動画がこの絵の具を出した感じのアートになります。ちょっとぷっくりした感じで立体感のある感じで作っていきたいと思います。今回使用する筆の方がフラットの4番を使っていきます。ではまず最初に28番の方を、ワンカラーで塗っていきます。一度塗りが終わりました。これで一度硬化をしていきます。はい、一度塗りが完成しました。こちらは二度塗りをしていきます。はい、ではもう一度硬化をしていきます。はい、二度塗りが完成しました。で、こちらマットノンワイプトップコートですねを一度塗りしていきたいと思います。硬化します。はい、これで今マットな状態になりました。で、ここで、もうすぐ発売されますハーディのノンワイプチャームですかねの方を使っていきたいと思います。こんな感じで伸びる感じですね。たっぷり取っていただいてボトンと置いていきます。こちらちょっと丸みがあった方が絵の具のブチュって出した感じっぽくなるのでギュッとしていきます。ちょっと一回置いていきます。こんな感じでブニュッとさせて引きます。こんな感じでプルンと乗ってくれるので、こちらこれで一度硬化をしていきます。今置いた筆がオーバルの6番になります。ちょっと太めのオーバルなので丸みがとても作りやすいので大きめのオーバルがおすすめです。で、この上に114番のラディッシュの方を乗せていきます。で、この、上に乗せるんですが、透明のところよりもはみ出さないで少し内側にこのラディッシュを置いていきます。はみ出しちゃうとどうしてもぷっくり感がなくなってしまうので内側に置いてください。ちょっと横から見ると透明のところが見えるぐらい内側に置いていただいて、こんな感じで上から塗っていただく感じですね。で、これで硬化をしていきます。硬化が終わりました。で、最後にこの上ですね、カラーの上にノンワイプトップコートジェルをかけて終わりたいと思います。せっかくブニュンと凹凸を出しているので低いところや高いところは崩さずにやってあげると、より絵の具の出した時みたいな感じでブチュッとした感じが表現できるんじゃないかなと思います。で、もしあれならこそぎ取ってもらっても大丈夫です。はい、では固めちゃいますね。はい、完成です。絵の具を出した時の感じみたいに立体感のある感じでくれました。これ結構マットなカラーとかで結構応用が効くと思うので、いろんなカラーでぜひ試して作っていただけたら嬉しいです。
最後までご視聴いただきありがとうございました、ぜひ参考にしていただけますと嬉しいです、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。